月曜から 100%! 皆さん、こんにちは。スタッフの三井ゆりかです。2週間ほど風邪で声が全く出なかったんですが、やっと声が治りました。やっと動画ができます。嬉しいです。また今週から頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。お客様から質問が届いていました。彼へのクリスマスプレゼントに悩んでます。ラブコスメだとどんなアイテムが男性のプレゼントに選ばれていますか？三井さん教えてください。とのことでした。クリスマスはもうすぐです。プレゼントはいつも悩みますよね。今回は男性のプレゼントに一体何が選ばれることが多いのか、実際にラッピングをしているデリバリースタッフに聞いてみました。それでは早速紹介します。今回ランキング考えていたんですが、梱包スタッフからほとんどこの2つだよと言われたものがあります。それがこちらとこちら。じゃーん、プラスイッチです。仕事で忙しい彼、かけながら応援したい、そんなけなげな女性にお勧めしたいアイテムです。あとは彼が全然自分に構ってくれない、そうした不満を持った方にもぜひいいと思います。次はジャムーンスカルプクレンザーです。ラブコスメでお客様からいただく体験談を読んでいると、彼のセリフが結構あります。その中には、爽快感がたまらない、指つきになる、そんな声が多かったです。だからたくさん選ばれているんですね。ちなみに彼へのプレゼントですとお願いされたときには、こんなクールな感じでラッピングをしています。なんと一部のラブコスメのスタッフに聞いてみたら、こんな意外なアイテムも男性に喜ばれているようでした。スタッフのパートナーもこのリミノールゼを持っているようです。パートナー曰く、彼女と一緒にいないときでもこの香りを嗅ぐと彼女を感じて愛おしくなり、もっと会いたくなるということでした。はい、ブーストメーションですね。一度試してみたら彼がすごく気に入っててずっと使っていますというアイテムがあるようです。それがぬれぬれベリーキッス。特にこのパートナーはベリーの香りが一番好きなようです。夜寝る前に塗っていることが多いが、これを塗ることによって翌朝するプルプルリ、そして朝のおはようのキスが習慣になったようです。羨ましいですね。私もしたい。ちなみに12月7日からラブコスメ史上初の男性用のジャム、ヘルシージャムデリケートウォッシュ方面が発売になりました。男性のデリケートゾーンを清潔にもおすすめです。三井、先日ツイッターを始めました。これからたくさん楽しいことをつぶやいていきますので、よかったらフォローしてくださいね。お待ちしてます。来週もまた来てくださいね。お楽しみに。